はい、おっとさゆうきです。はい、えー、今日ですね、えー、質問来てましたね。それ答えていきましょう。車の質問ですね。LS に乗ってる方で、えー、エアサスコントローラーが付いてるみたいなんですけど、えーっと、ハイパーローにしたいんで、エクストラモードにする方法を教えてください、みたいな感じですね。前僕も色々触ったことがあるんですけど、 えー、忘れたんでちょっと調べましたで、えー、今ですねその LS に乗られてる方は保安基準モードになってるらしいんですよねでその保安基準モードっていうのは、えー、とハイパーローにできないんですよでハイパーローっていうのは一番低い状態なんですけど、えー、エアサスのコントローラーをつけた時に えー、保安基準モードっていうのと、エクストラダウンモードっていう二つの種類があって、えー、それでおそらく、えー、保安基準モードを設定されたので、えー、ハイパーローに、えー、落とすことができないとなってるわけです。で、エクストラダウンモードっていうのに設定すれば、ハイパーローに落とすことができます。で、僕が、 え o ユーチューブで上げてる車速パルスっていうのを抜いちゃえば、えー、一応、まあ、ハイパーローで、えー、走行することが可能です車速パルスを抜く動画は概要欄に載せておきますんでぜひ見てください LS 乗ってる方が保安基準モードになってるんでそれをねエクストラモードに変える方法を、えー、教えたいと思います、はい、まずですね えと初期設定を、ね、変えなきゃいけないんで、初期設定の、えー、変更になります、えー。まずエンジンを切ってください。でエンジンを切ってる状態で、えーと、コントローラーを真正面から見たときに、左上のボタンあります。左上のボタンを押しながらオンにしてください。アクセサリー電源オンでもいいんですけど、まあ、エンジンかけちゃってください。なので、左上のボタン、4つあるんですけど、左上。 右上左下右下ってやるんですけど左上のボタンを押しながら、まあえー、エンジンをかけるそしたら車種設定っていうのができます車種設定を、えー、LS だったら多分 USC で設定できると思うんでセルシオの設定に、えー、なってるんだろうね多分今も、うん、なので車種設定はそのままでいいのかな多分 セル仕様になってると思うんで、そのままで。で、車種設定を、えー、決めたらですね、保安基準モードにしますか、エクストラダウンモードにしますかっていう風に選べます。右上のボタンだったかな右上のボタンと、えっ、ー、と、右下のボタンでこう切り替えができるんですけど、押してみてください。それで、エクストラダウンモードで決定をすると。 それで設定完了になります。で、設定完了したら、えー、いつもの遮光設定モードになるんで、それで、えっ、ー、と、レベル9のところまで一回落としてください。全部。レベル9で設定してください。で、レベル9のところまで来たら、えー、さらに下げようとすると、音しかならないんですよ。ピッピッピーって音しかならないんで、えー、レベル9のところの状態で、長押しします。長押しすると L になります。 えー、僕のマジェスタは L になります。なので、えー、L になったらハイパーローの状態です。結構下がります。やり方としてはそんな感じですね。はい。そんな感じでね。ぜひ試してみてください。はい。またできたらね、設定できたらコメントで教えてください。そんな感じでありがとうございます。調子の音ね